ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、小原亮太とフランチャイズオーナーのバッドボーイズについてお話したいと思います。僕の動画では楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標として今年中にチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、9月7日にファースト EP が発売となりました。7月6日に犬と猫の100円シングルが発売されましたが、買えなかった方の方が多いと思うし、ライブ自体も多くやっているわけではないので、見ている方は少ないし、このバンドの実態がわからない方は多かったと思うので、喜んだ方は多かったのではと思います。僕は6月に広島でののみことの対バンの時にライブレポートを作っていて、フジロックでも見たんですが、音源で聞くとまた印象が変わったりしたので、ライブでの印象も交えつつお話していきたいと思います。まず今回の EP は配信なしということで CD を買わないと聴けないようになっていて、現状 CD で音楽を聴くことが少なくなりつつあるので、もしかしたら家に CD プレイヤーがない方もいたのではと思います。僕自身も映像版目当てで CD は買うんですが、実際はサブスクで聴いたりするので CD プレイヤーは閉まっていたために、今回は車の中で聴くことにしました。亮太くんぐらいの30代の方は、ギリギリ CD が主流だった頃だと思うので、今回の配信なしということや、歌詞カードだったりで CD に対する思い出を感じることができます。また、テンパレーぐらいの規模になると、配信なしにはできないだろうし、他にも理由があるのかもしれないですが、このバンドではより尖った自由な活動も可能だということがわかります。自由な活動といえばメンバーもなんですが、僕が知ってる分では最初は亮太くんがギターボーカルで、佐々木修さんがベースで、ブレーメンの翔太くんがドラムだったんですが、ドラムが松浦大樹さんに変更になっていたり、フジロックでは翔太くんがギターで参加して、オッペのミュージックビデオでも4人となっているんですが、割と自由なスタンスのように思えます。バンド名の小原亮太とフランチャイズオーナーというのも、由来としてはスライ&ザ・ファミリーストーンから来るものだと思いますが、小原亮太とその仲間たちというような、ふわっとした意味合いのようにも思えます。そしてレコーディングに関しては、ベースは以前テンパレーのサポートに入っていた亀山健志郎さんが主に弾いていて、個人的には彼のベースが好きなんですが、クレジットを見るまでは佐々木修さんが弾いていると思い込んでいたので、そう思っている方も多いかもしれないです。佐々木修さんはこのバンドでベースを始めたはずなのに、やけに上手いなと思ってしまったので、やっぱりまだ録音できる段階ではないのかなと思うし、Twitter を見てみると、ライブ担当フランチャイズオーナーとのことでした。で、おそらくなんですが、ライブで佐々木さんが弾いているフレーズも、亀山さんや翔太くんが作ったベースラインをコピーしているのかなと思います。広島でのライブレポートでもお話したんですが、割と簡単なフレーズなのにもかかわらず、かっこいいベースラインだと思ったのは、佐々木さんが弾くのを前提に作られたからかもしれないです。そして EP は全5曲で、あっという間に聴けてしまうので、何度もリピートしてしまいます。基本的には3ピースバンドのシンプルな構成で、テンパレーではシンセの音が軸になっていることが多いので、このバンドでは亮太くんのギタープレイをより聞くことができます。で、これは僕の憶測ではあるんですが、テンパレーではアーティストのエゴとして、いい曲を書くというのが念頭にあると思うんですが、亮太くんはもともとギタリストだったというのもあって、プレイヤーとしてのエゴもあると思っていて、特に仲のいいドミコのヒカルくんなんかは弾き倒しているし、ギターメインで鳴らしたいという欲は少なからずあると思うので、今のスタイルになっているのかなと思います。また MC でこのバンドのことを遊びと言っていて、言葉だけを取ると誤解を受けそうなんですが、もちろんお金を回っていてプロなので、やる気がないわけでは当然なくて、いい意味で肩の力が抜けた感じと捉えています。というのも本来やりたいことはテンパレーで、今もそうだと思うんですが、認知度やファンが増えることは喜ばしいことではあるんですが、責任が増えたり意味が必要になったりと、元々の自由だったものに制約が加わってしまうので、売れることでのやるじゃらさも多少ないと思ったのではと思っています。そこの生き抜きのためにこのバンドができたのかなと思っていて、いい意味で無責任に自由にやることで、テンパレーもより集中できて、バランスを保てるようになると思うので、この2バンドは表裏一体なのではと思っています。そしてこのバンドでは音数が少ないがゆえに、亮太くんのボーカルがより際立っている印象で、よりチアっぽく聞こえる印象があります。で、楽曲については気になったところだけお話していきたいと思います。1曲目の伴侶がない点は、歌詞に You are Shock とあるんですが、若い方は馴染みがないかもしれないので、念のため説明しておくと、北斗の拳のオープニングテーマからの引用で、今回タワレコでプレゼントがあったクリアファイルでは、稲中卓球部のオマージュだったり、テンパレーもそうだし、他にもあるかもしれないですが、日本のカルチャーからの影響を感じます。3曲目のオッペに関しては、歌詞がげんこち山のたぬきさんからの引用なのはご存知だと思いますが、こういう童謡って著作権はどうなっているのかなと調べてみると、著作権切れになっているみたいなので、使っても問題はないようです。でも普通なら原曲のメロディーに引っ張られそうな気がしますが、そうはならずに色っぽい楽曲となっています。そして5曲目のおかしな気持ちなんですが、音源ではサックスが入っていて、ライブとは印象が変わったように聞こえました。
で、最初にライブで聴いた時から歌謡曲的なメロディーで、昔の曲のカバーなのかなと思っていると、そうではなく CD で聴いてからもどっかで聴いたメロディーだなと考えていると、1年目はユーミンじゃないかと言っていたんですが、僕は坂井正明さんのさらば恋人だと思いました。これはあくまでも個人的な感覚なので、よかったらこの楽曲を聴いてみてもらえたらと思います。ただ似てるとかパクったとか言いたいわけではなく、歌謡曲的なメロディーに意外性を感じたというだけで、個人的には好きな楽曲です。と、今回は以上の内容になります。9月はこの EP で楽しめるし、10月にはテンパレーのリボンアルバムが出るし、テンパレーの新譜を待っている方も多いと思いますが、ひとまずはテンパレー界隈で盛り上がりそうです。個人的にはテンパレーもフランチャイズオーナーも九州でのライブの予定はないので、ライブで来てくれることを願いたいと思います。今回は小原亮太とフランチャイズオーナーのバッドボーイズについてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。